俺からあ、皆さんこんにちは。スマイルモンキーのお時間がやってまいりました。ハルヒです。マボです。わぁ今日は4人でちょっとやっていきたいなと思ってます、はい、今回ハルヒ君が、やりたい企画があるということで、何ですか？1万円企画、うん、やりましょう何で今回ですね、マクドナルド1万円分お疲れ様でした。やろうやろう、全員でしよう。1万円分のマクドナルドのクオカード買ってきて、それで終わりや。うん、ちゃんとね、今日はあのブツを買うてきたんです。ブツをもうそれで参りましたよ。じゃあそれちょっと並べたいと思います。はい、並べます。はい、さあどうでしょう、これすっごいでしょこれ。もうハルヒ君勝手に買うてきた結果ですよ。これで1万、これ1万ね、ちょっと足出たんですけど、1万30円。あ、はいはいはい、はい、うん。なんですけど、ちょっとなんかでも、思ってたよ以上なんか少ないかな。30円分返しに行こう。それ。30円ちゃうかったっけ。50円やったっけ。20円ちゃうか。あ、20円。うん。あ、でも、こんだけなんで、まあ、全員で寄ってたかって、わしゃわしゃ食うたら。そうね、まあ、大人4人いてるんで。うん、そう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 。まあ、いけるんじゃん。いけると。これも、責任持ってよ。それはもう、ちょっとみんな、これ一番多分みんなやらへんやつだね、こう芋を置くっていうのを。いやでもここら辺食べれないですか、ちょっと口直してこうポテト。それは多分あのお腹の限界知らん人の言うことだからね。まあでもいけるじゃん、もうちょっとあの普通ちょっと吸えるぐらい頼んだろうかな思うんだけど、もう M サイズで。ああ言うていい、うん、もう匂いでお腹いっぱい。やめとこ、そんな言うの。もう気持ちがもうということで、ちょっとスタートしていきたいと思います。はい、はい、では私サラダからお願いします。あ、サラダ行く、はい、もっとあのこってりしたもんからいいじゃない。いや、いいです。いや、とりあえず1個で。みんなで太ろうぜ。あ、そう、何食べる。そうね、何する。もうサラダ行こうかな。サラダからもらおうかな。あ、どうぞ。なんか自分らほんまヘルシーやな。ごま、私もごま。おっしゃ、ほんなもう勝手に食ってええもん。どうぞ。おっしゃ、ほんなもう、ね、おっしゃ、これちょっと新商品だし、月見、え、七味香る牛すき月見。普通さ、うん、月見バーガーからいかへん、普通の。まず、うん、まずそっちから行く、うん、普通から行く。普通から行かんと、ちょっと変わり種から行こうかな思ってんけど。いやいやいや、うん、ちょっとそれあれやで、食べるイコールあれやで、ちゃんと食レポしなあかん。そうや。マジか。そうじゃない、食べたら。そらせやんか。ほんなんもう、みんなそんな気になっとん。あ、まあ、月見バーガーみんな知ってるでしょ。いや、知ってるけど、まあ、うん、定番のと。食べたことない子おるかもしれんやん。あ、そっか。いや、俺食べたことないなぁ。嘘やん。いや、嘘やで。でもちゃんとレビューしてほしいなぁ。よっしゃ。ほな、まず月見バーガーからいきますわ。いってらっしゃい。じゃあ、いただきます。さららーん。どんな感じ？あの、卵がね、意外と硬いんかな思ったらめちゃくちゃふっくら、うん、うん、ふっくらしてんのと、ベーコンが意外と香ばしいね。うん、うん、え、普通の月見バーガーベーコン入ってんの？入ってなかった？入ってる、入ってたよな、入ってたっけ。めちゃくちゃ香ばしい。だらだ、縦の普通の もう長いねん。食レポしてるから。みんな知ってんねんもん。いきなりやな、ほんま。面白いこと言うかなんだけど、なんもなかったから。そりゃ真剣にしますよ。いや、うまいわ、これ。うん。やっぱサラダがうまいな。やっぱ月見バーガーうまいな、これ。うん。おぉ、え？あ、でも、何？セットで言ったら1個半分ぐらいでいけんの？うん。あ、そうか。だから、うん、ハルヒおるからセットにしてもよかったもんね。ああ、いや、もう調子乗って全部単品でいいって。もうマックのクルーさんもえって言うて。マックってマクド。マックって関西マクド、うん、マクドな、うん、
もうどっちやもう先ばかりなんて言うたもう関東の人もこう関西に来あるやん、うんうん、いろんな言い方しちゃうからな、うんうん、はい、サラダは完食しましたよ、もう五段素晴らしい、はい、早いかな、はい、うん、はい、もらいます、じゃあそしたらですね、うん、これこうやチキンクリスピーとこうかな、これがこちら、メニューに載ってないやつかな、あ、そうなんだ、知らんけど、じゃあチキングリストね、うん、レビューしていこうと思います、うん、これ頼む人ってね、うん、少ないと思うんで、ね、メニューに載ってないんで、あ、そうなんや、完食です、私も月見バーガー完食しました、うん、素晴らしい、次は、うん、ポテトはポテト先いかんと固なるよ、ポテト食べて、うんじゃあ、いただきます、頑張れ、ポテト M のサイズいただきますよ、とりあえず晩ご飯まで休憩しようかな私、あ、言っちゃった食べました、で、でんちゃん、サラダ完食、うん、完食、いや、ちょっと不正してない、うるさいな不正してない、大丈夫完食しました、ゴミ箱から出しましたやめてくれどうしよう、ちょっと俺で、でんちゃん何する次、僕喋ってんねん僕今からこれどれ行こうって言おうと思ってない、嫌がらせ、うん、新しいのこれ、うん、柚子胡椒マヨネーズがいいやん、出てたんでこれを行きたいと思います、何だよな、柚子胡椒緑、え、緑、うせやん、え、ほんまやん、私ポテト行く、おおー、頑張るね、応援するね、私ポテト大好き、これうまいわ、これ、じゃあ、柚子胡椒マヨネーズ、うまっ、うん、どう、ポテトうまいわ、ちゃうねん、ちゃうねん僕に聞いてるよ今の流れどう考えても、もう底辺 YouTuber すぎる、うん、ほんまにうまいわ、つぶさんといてくれる、どうなんて、柚子マヨネーズだけど、うん、柚子 OK ありがとうR 君どう、このチキンクリスプというのはですね、うん、まあパンに、うん、でかいチキンナゲットが1個入ってて、うん、でまあそこに謎のソースと白菜かキャベツかわからない野菜が入っている、多分レタスだね、がレタスが入っているものなんですけど、こちらジューシーです、あのチキンナゲットはカリッカリってする、うん、そう、でもこれは、うん、あのジュワって食べれる、あら、うん、脂身が多いのがこのチキンクリスプの特徴ですね、うんうんうん、とても私大好き、素晴らしい食レポありがとうございます、うん、素晴らしいね、うん、いや、ちゃうやん、途中やったん第一印象ゆず、うん、あで、マヨネーズが後々ほのかにこう香ってくんねんけども、うん、でもやっぱりゆずちょっとつけさせて、うん、ポテトに、あの、ちょっと、あ、うん、でもすごい緑やね、なんかで、辛くもね、おー、この間に、ゆずどう、ゆずやな、ほらほらちょっとつけさせもうとよろしい、あかんちょっと冗談あかんめっちゃ気になるマヨネーズあかん、つけなさいよ、うまいな、ぶっちゃいくな顔してじゃいつものこと誰かフォローしてんの誰にフォローしてもらうの言うてみ、いただきます、ゆずまねすんなや、マボ止まってる、早く見なさい、え、じゃあ選んでんねでもゆずだけどちょっとピリッとすんね、やっぱゆず胡椒なだけで、うんうん、うん、わかるわかる、うん、はい、あ、うん、おー、行くね、行くね、次はどんどん行くね、うん、M サイズですね、はい、いただいていきましょう、ポテト多いな、おいでも頼んだ
自分で頼んだんやろ。ポテトパンパンに詰まってへんこれ。ちょっとけど、お前坊さん食べるかわからんよ、ポテト。マジだよ、うん、あと、うん、あと2個ある。もうお腹いっぱい。え？いけるでしょ。もっといけますよ、絶対。一番小食や。マジで？ごめんやけど食べやんよ。どないしょ、胸張って言われた。胸は張ってない、こうやって言ったもん。うつむき加減に言うたから。そんな、こんな、こんな、食べへんよ、どんな言うてんの。あ、でも大丈夫、甘いのはいけはるから。あ、ほんまに、うん、あ、ほんな、え、ちょうどええわ、ええのあるわ。ほな、俺、これパイ5個食うから。いけるの。あと任せる。しんど。ちょっと待って、パイ5個も食べれんの。マジっすか。キャッポテト食わんでいいんやろ、それで。うん、パイ5個食うたんやろ。あとマックフルーリー、うん、あ、そうか、まだせや、冷凍庫に眠っとったんや。ね、サラダもう1個食べよう。あ、いきいき、うん、サラダサルフィ君、サラダは。あ、俺も1個もらおうかな、うん、やめとけ。やべ。どっちがいいの。ごまか。ごまよ。玉ねぎか。ああ、ごますね。じゃあ俺ごましょう。マジで。結構壊れすぎた。あざす。うん。フォークとストローどっちがいい？え？ごまストローで吸ってサラダこう放り込むやろ？いやいやいや、かけますよ。ちゃうの？初めて聞かれた。フォークとストローどっちがええって。フリフリしなかん、フリフリ。あ、振るんや、これ。いや、振らんでいい。振らんでいい。ちょいちょいなんか嘘の子。ポテトめっちゃ詰まったの。まだ食べてんの。なんか減っていかんぞ、これ。お腹も。多いね。お腹も。多い。ね。ごまドレッシング、ごまちゃう、玉ねぎドレッシング。ごま食べたすぎてごま言うてもらった。玉ねぎもありやな。おいしい。うん、うまい。で、でんじゃん。めっちゃ優雅に食うやん。うん。一本ずつで。オフィスレディーか。みんなよりも早く食べてるつもりよ。あ、でも早いな。体格の割には早いな。私早いの。何？うん。チキンナゲット15個食べたいな。ロハ。あ、9。え、2、4、6、8、9。あ、一個多く食ってもった。五個のつもりやった。なあ、罰ゲームやな。はい、私ポテト完食。はい、みんな次サラダ。うん、じゃあサラダちょっと食べよう。うん、たまにはちょっとヘルシーなもん食わなあかんよってな。そうそう、病院の先生えらいいよね。病院ってんの。あの、健康診断で。あ、びっくりした。うん、その体悪いよ。あ、言わんとこ。やめとこ。お前、健康診断でまた怒られるわ。またお前肉食うたやろって言って。もうやりたい怒ってきやね、あの先生。怖い怖い、ほんま。食べすぎやって。うん、うん、お前長生きしたらないんか。うん。うん。え、これでほんで蓋閉めて。はい、完食。完食。次、孫さん何食べたの。もう中いっぱい。あかん。あかん。ごめんなさい。なるほど、これで綺麗に混ぜることができるんだな。え、だってこれノルマやろ。うん。で、マックフルーリー2個、うん、そうやで、2個やで。いや、食べたそうにしてたで。じゃあポテト食べ。でもこれ食べてさ、まあ、マックフルーリー、あかん、あげへん。なんでやん。あげへん言われた。いや、だって欲しそうにしてたから。でも5個食うたら、なんかもういいよみたいな感じだったから。マックフルーリーとポテトで一緒に食うたらいいんじゃん。うん、そうやん。
つけて。あ、なんかうまいよな。いや、無理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 。そんな混ぜるもんちゃうで。混ぜディップ、ディップする。あ、もう、あれか、つけながら。それやったらシェイクの方がいいな。なるほど。なんか言うてたな、そうや、昔なんや。マックシェイクにつけてなんか食べたらうまい言って、うん、それ海外の人がしてあるからね。そうなの、うん、これナゲットとりあえず10個食うたらええやろ。あ、ショックポテト。おお、食べた、うん、誰も何も答えて食え。次、てんちゃん何食う、うん、てんちゃん次何食う、何食う、バーガー。とりあえず補充いるやろ。もう十まだもうちょっとあるな。まだあるの、うん、やっぱマスタードが一番ね。なんで高く売ってるやん。いや、ふ2箱分消費しようかなと。偏ってんな、食べんの。え、みんなも偏ってるよ。え、偏ってるの。私サラダとポテト。俺サラダとバーガーとポテト。ほら、偏ってないやん。もうセットやん。誰も三角食べしてへんよ。どういうこと。三角食べてきますこれ。あ、食べながらナゲットを食べて。え、そんなんしたらみんなで食べるの。そんな汚い。ここにちなみに和食の文化持ってこれますこれ。え、ナゲット2パック分ただ消費してるのだけで偏ってるなんて。どういうことやろ。どういう意味やろ。そうけめちゃ会員。どういうことやろ。まあまあ、考えたら負けっすよ。ポテトいけるん、みんな。わ、いけるん決まったんや、うん、俺な、うん、俺まだ全然いけるよ。あ、ほんま、うん、これで2箱分2箱分ちょっと今思ってんけど、サラダ少な。2箱分食べた。ちょっと3倍もあったで。つけ身はちっちゃくね。だダブル肉厚ビーフって感じ。なあ。ん？ちょっと俺それやる。あ、サラダ完食。私のためにサムライマークを買ってもらったんだけど。あ、これだけね。うん、あのちょっと交換してくれへん。ちっちゃいの。なんと？え、どっちでもいい。ちっちゃかったら。なあ、これこか。だってこれ、うん、ちょっとごついでこれ。分厚さがだって違うやん。今そっちがいい。こっち？ちっちゃいのがいい。店長チーズ吸ってやしね。うん。はい、どうぞ。サムライマークお願いします。はい。なあ、ほな、自然とこれいこうかな。うん、私じゃあこの月見、チーズ月見。今見ました、みんな。何寄ってきたで、全部これ。お前食えよと言わんばかりに。はい、M 完食。はい、今も完食。次どれ行く。そうですか。あの、残り1よ。あ、これでいくか。そうです。会員。どれ？タレ何する。タレ、バーベキューいただく。バーベキューするか。これほな、2つ早い。あ、あげよう。2つもあったら、あとタレなくなるの。タレなくなる。1個で。いや、いけるやろ。お、なんでもいい。行こう。はい、はい、どうぞ。5個しかしたら、でも1個でいいね。これ見せて。いや、ここにあんわ、ゆずとマスターと残りマスターと。あ、いいね。だから、私は、チキン5ピース、はい、はい、これで1パックがなくなりますね。じゃあ、私このチーズチキン、見える？見える？ベビータッピーをすな。ちょっと待って、侍マスター。じゃあ、これ、美味しくなぁ、これ。美味しくなぁ、で。ホットティア、うん、サムライマック、分厚ないこれ、うん、すごいねこれ。でかいやろ。さあ、締めにかかろうかな。肉ふた、うん、マーボーってバーガー食ったの。うん、あ、食べてへんな。やろ、食べてへんな。偏ってんねん。ポテトも食わん、バーガーも食わん、何すぎだよな。だって牛好きやもん。あれと交換してもらうか。持ってるもん、もう。いやいやいや、時間じゃない。あかんの。もう持ってるもん。でんじゃ、あの名言言うたって、うん、お前 YouTuber やろ、ね。あの名言言うたって。もうほら、もうこの前でもう大声で喋ってるから。ほんならそれ食べようか。どうすんの。牛好き。わがままやな。ポテト
ようかな。七味香る牛すき月見、イエーイ。なんかバーガー一個一個レビューしたらいいそれをそれこれみんな知っとるやん。いやいや、圧力、なんか圧力今の、みんな知ってるやん。みんな知っとるやん。あ、これが新作やね、じゃあ。そう。去年もなかった。あった。あったんかい。うん。去年もあったけど。全くの新作じゃないねんな。うん。でもみんな知ってる。早食べ。ほなも今闇を感じたな。スマイルモービー入って出場の中闇を感じたな今。皆さん現実はこんなもんです。せや、文句あんのか重圧今、雨も切なってきましたこんなしてる間にフィレオフィッシュ買ってきたらよかったな。あ、わかる。なんか、言うやん、マクド公式で、うん、雨の日フィレオフィッシュめっちゃ売れんやろ。うん、うん、なんで知らん。なんでみんな魚に帰りたいの。なんか魚を買いたないやん。雨の音でそうなんのかな。分からんけど、まあ、俺フィレオフィッシュ食ったことないんで。めっちゃうまいね。そうね、フィレオフィッシュがうまいよね、うん、あの定番を忘れたやつがここに。あこれもうとりあえずタンパク質とかそんな卵とかいろいろ入ってたらまあまあうまいやろみたいな。魚みたいなそんなヘルシーなもん食ったあかん、ね、みんなでまず肉肉肉食うてたらええねんもう肉食うてた全てがもうなぁねぇ。これ重たいわこいつも重たい。重たい、うん、チーズなだけあって、あ、肉肉やから、うんうん、だからあげるわあげる半分、まあまあ、もらうけどさ、うん、半分もないてんじゃんあげるわ一口何この二人あ、完食。はい、完食。うん、あの、七味カールって書いてたけど、うん、変わらへん。あの、ほんまちょだから七味に弱い、辛さ弱い人でも全然いけるね。いけるらしい。うん、海分付きにはもうこのチキン貼っとんかなみたいななるけど、うん、あ、素晴らしいよ。30分ぐらいでだいたい、あ、なんかしてんでこれ許してええんやろか。はい、アルくん、はい、ごちそうさまです。えら早いやん、アルくん。今一番食うてるかもしれない、うん、うわー、もっと食べへんえ、でも俺も食うてない。食うてない今え、だってサラダ2やで、ナゲット2セット分、うん、バーガー食った、うん、普通に食って今ここで経過確認しよう、うん、まず麻婆はそれだけ食べて、うん、で俺はサラダ1個とポテト M でバーガー、うん、でこれ2つ分が1つ分、あ、1つ分、わしが2つ分かナゲット5個、うん、だな、うん、で今ファンタクレープ、うん、飲んでる、うん、で私が、うん、ゼロコーラの M1 つと、うん、今ね、うん、であのポテト M1 つ、うん、でバーガー半分でサラダ1つ、うん、食べてます、うん、ほんで当て腰が、うん、バーガー2つ、うん、ポテト M1 つ、うん、総顕微鏡1つ簡易、うん、サラダ1個、うん、だけほら変わらへん。あ、バーガー2つ食ってんのか、うん、で2つは言うてた今じゃん。変わらへん、うん、え、ナゲット2個やナゲット2個やから、うん、サラダ賞味あるより食べてんねんで。ポテトとナゲットを同じ個数と考えたら、個数って考えんといてポテトなんでナゲットここポテト M、 いやポテトめちゃくちゃ重たいからな。重たかった食うてみ一回ほなこれ1個、はい、なんでまたここ残ってんねん。ごめんやけど私食べられへんのそれ。え、あ、あんこあかんのか。お餅があんまり、お餅抜いてあるやん。
え、気持ち悪い。あ、餅入ってる。そう、餅入ってるね。じゃあちょっとやめとこうか。そうやろ。ちょっと、喉詰まりそう。二人も餅あかんねや。餅あんま好きじゃないのよ。あ、そうなの。餅食べられへんわけじゃないけど。そう、うん、で、俺はパイを食べたことがないから今食べとき。いや、ちょっと餅はちょっと餅はちょっときつい。あ、餅が…ほな、ポテト食うとき。重たいも進めるよな。こちらの方。じゃあこれ2個減るんやったら俺ポテト食う。あ、じゃあそれハロウィン。いやいや、ハロウィンはやらん。なんで意地悪をしなさんだ。よかった。なんでもほら、何仲良し。ほら、あんたらいつもそうや。しゃべらして。お母さん、お母さん、何なんでもさ、うん、行ったらこう縦札ついてあるやん。餌を与えないでください。ここにはな、みんなに見えへんかもしれんけどな、俺には見えんのよ。甘いもんを与えないでくださいって書いてあるのよ、うん、甘いもんだけじゃないけどね、うん、だからダメ。いやいや、書いてない。2つやりはよ。2つやるからポテト食べなあかんねん。あ、じゃあやらへん。なんで。俺ここポテト1個食えてる。名言言うたって。2つあげなさい。こっち5個食う。あかん、もうそう、偏りすぎ。またほら怒られるよ。怒られる。ハーフサイズ完食。はい、素晴らしい。ほんまやな、これ。その目、何その目。仲良くなってください。食べなさい、食べなさい。ポテト。さあ、冷めてる。まだ冷めてるよ、早よ食べへんからや。でさて、さっきどっち行こうかな、俺。ポテトうまいな。これ、ええの食べてる。ポテトうまいで。ポテト行こうかな。ポテト行こうか。そうやな。もう、そうやな。そんな厳しいか。いや、まあちょうどいいぐらい。あ、今、うん、俺もちょうどいい。ちょうど気持ちよく。これ一粒ぐらい言っとく。何、何、何、あ、聞かへん、聞かへん。一粒ぐらい食うとく。あ、そうやな。私、ほんなそれ、あの、うん、一セット分だけ。一セット分で食べるか。五だけ。うん。あれ、十ワクってや。うん。あの、全然入るし。これ何？マスタード。あ、剥いてくれた。僕が二個か三つほど使った。いやいや、二度漬けしてないから。それが嫌ってことはもうマクドナルドの商品が嫌ってこと。今のね、デンジャーの顔。めっちゃ引いてた顔。うん、うん、あ、冷めてもなんか出てきたん。なんか俺やんない。そんなことのちょうだい。あ、これ、うん、はいはい。これも遅かったやん。これも遅かったやん。いやいや、いいね。あ、春日ソースいらんって。欲しい、うん、一個だけ欲しい。冷凍庫からマヨネーズ出しちゃって。あ、マヨネーズでもありやけど。ありやな。あ、明太子マヨネーズあるか。明太子マヨネーズだ。あ、えんちゃん、リッチちゃん。なんでこのマクドのポテトでこう冷めてもうまいんやろうな。え、冷めたら美味しくない。冷めたら美味しくない。ただね、こっちの中の水分みんな持ってきた、こいつ。あ、だから飲み物減るんじゃん。せやな、うん、これ俺一人で俺4つぐらいいったんじゃん、これ。やば。うん。あ、あれやったら全然残ってるやつ言ってもらう。わし炭酸あかんのじゃん。おっさんのこの胃袋きついんじゃん、炭酸は。あの、微炭酸あるやん、マッチ、うん、あれでもあかんのに。あ、なんこれ振ったろか。炭酸なくしたろか。炭酸抜きファンタ。こう。きつ。あ、甘水、ただの甘水。失礼やな。砂糖水やろ、せめて。それもどうなんすか。甘水ってもう、砂糖もなくなってるやん。じゃあ、甘い水で甘水やな。うん。甘水じゃないよ。じゃないじゃない、甘い水で。いや、みんなそう思ったと思うよ。あの、僕の勝手なあの、言葉ですわ。勝手に造語しやんどいてくれる。誰もがさっき雨降ってるっていう流れ。うるさいな。
みんなに聞こえるように喋らんの飽きまへんやな。演説や演説。あ、うん、セーフ。自分の足の上に落ちた。なんで来たの？足の上やろ。足やで。別に裸足でどっか歩いたわけじゃないし、歩いてる場所じゃないし。あ、じゃあのここかな。違う、それ足の裏なの。あの、くるぶしの上。ああ、いいねやな。自分のやからいいんですよ。あ、そうですか。うん。マックフルーリーは誰が食べるの？わし。うん、2個。2個食うっすね。食べれんやろ、食べよ。ああ、これも食べよう、これも。行け行け、マクフルーリー。なんで好きなもんだけ食うって許されてんの？いろんなちゃんと食べてるから食べてるの。わかる。どういうことこれ？皆さん。いや。これ差別。ちゃうやん、みんなわかってるやん。これ差別やん。はい。やってらんねえ。そんなちゃう。やってらんねえ。マジで。やってらんねえ。普通にうまそうやな。ちょっとね、デビューしていきましょう。うん、はい。はい、完食。ありがとうございます。こちら、とろーりとしたこのなんかよくわかんないアイスクリーム。食べていきましょう。これ入ってんのってオレオ？わかんない。あ、そうなの。そりゃうまいはずや。もう俺うまいもん。はい、なくなりました。おー、二つ目。じゃあ絶対俺一番食うてんちゃう今。ここ、うん、美味しいと食べます。今現状誰一番よう食べてんやろ。はるみちゃうか。俺か。バーガーだって2個半や。うん、うん、でポテト2個やろ今。うん、2つ目でサラダ1個。うん、まだここら辺手つけてんからな。うん、なんでドリンク1個も飲んでたもん。うん、2個目いってるから。俺2個飲んだ。それ3つ買うたん。これゼロコーラ。あ、私の。あ、返そうか。はい。まだ手つけてないから。飲んでいいよ。いや、飲まへんかな思って。いや、どっちか言ったら R の方が飲めへんのちゃうかなと思って。うん。マジで。そうそう、だからこっちそれやったら飲んだってほしいなと思って。これまだでしょ。紫の部分。私もなくなるから。あ、ほんまか。うん。じゃあ、ファンタグレープ。これ、なみなみ入ってんの。そう、ファンタグレープはなみなみ入れられるから。なんでなん、これ。これ見えるかな。キャップにペッチャーくついたんだよ。どういうこと。ファンタグレープは量が多いの。あ、そうなん。うん、知らんけど。炭酸抜けなく抜けやすいあるのかな。うわぁ、あんま。炭酸抜けてるもん。私もファンタ飲めないの。あ、そうなんや。はい。月見っぱい。どんどん行ってよ。これももう去年からやったっけ。おとしかやったっけ。だいぶ前からね。そんな前からある。うん、3年ぐらい前から。あんのそんなに。あれか、俺が知らんだけか。とこちゃん、うん、まっそうに食べはるわ。うん、俺も早く食べよう。投げたら。意地悪したいんだよ。あるでしょ、なんか好きな子には意地悪したいみたいな。ポッてしたじゃん。そうそう。なんで話すの。画角変わる。画角。うん。うん。みんなこれ。こっちの水分すごいなこれ。うん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 。全然食べれないで。こっちの中の水分ごっそー持ってきますね。砂漠みたいなもんや。誰やこの中にゴミ置いてんのこれ。誰やもん。どなたこれ。顔あの殺人抜き出しじゅわーいってな。
ポテト2つ目完食。はいよ。うん。いい。うまいな、なかなか。あ、これか。よし。さて、ほんなんこれ、2つ分？そう。2つ分か。10個ね。ナゲット2つ分、今からいきます。今もそろそろ出しとかんと。あー、おじゃあ、でもマンフォーやろちゃうんか。いや、ちょうどいいと思う。な。出して、すぐ溶けたから。あ、ほんと？直前でも。まあでも、一緒に食べはるから、次。まあ、それ、つけて食べたいよ、次いっぱい。遠回しにプレッシャーや、今の。いけはる、いけはる。もう、早く食べやニラ、水やな。でも久々に豚がうまいな、これ。あ、もういった。はい、早いな。あれ、一本目や。あ、そうか。一本目か、まだ。そうそうそう。お帰りあるよ。あ、いいよ。液体は強そうやな。飲み物は何回もいけるんや。ほんまか。じゃあ、二つ目。うん。あれやな、こいつもあれやな、水分やってくるな。はいはいはい、3つ目、はい、いけいけいけ、お前もう早っ。今のそのペースで、いっとかんと。フルーリとパイを合わせよう。乗せてくるって。ほらな、最初なんてくるの。お茶、お茶に入ってる、簡易麦茶しかない。ああ、よかった、ちょうだいわ。こっちの中、パッサパン。ちょっと入れます。あ、すいませんな。はい、ナゲット2つ、2つか。うん、2つ完食。2箱分な。2箱分完食。はい。じゃあ次、次に。ちょ、だってもう、もうコースのしんどいもん。どうすんの。そうせんで、別に。それ持っていき。そう、このまま持っていき。後ろに。あのフルーリーを、な、後ろに持っていったらだけの話や。前に置かんでも。そうか。そう。これをすら。うん。フルーリー食べたらちょっと減るから。そう、減るから。なんか、そう、なんかデザート効果言うな。そうそうそう、今こうポテトとこう餅が胃の中で膨らんできとる。素晴らしいよな。でも大概の YouTuber さんみんなきついきつい言わはんねんけどさ、うん、なんか人数が少なかったんかな。いや、でも大体3人とかで、3人4人ぐらいか、うん、やってはるけどな。まあまあ、なんかだからチョイスが良かったかもしれんね、うん、まあこんなポテト並んでるのあんま見えへんからな、うん、デブのチョイスが良かったね。ほんまに。次にバイトあげます、はい、普通なんか黒ウーロンとか枝豆コーンとかあったな。ヨーグルトでみんなごまかさはんのよ。まあ、うちのとこ行けるっていう。行けたね、一切ない。だってクローンなんか飲んだな、あんなの全部そんなリセットしてどないしますの、そんな。蓄積蓄積。ちょっと近くマスクしたら聞こえるな。独り言やね、今これ。どっちかというとリセットせえ。うまいわ。美味しい。うん、いいね。あかん、はじくれそうだ。意外とさ、小さない。うん、思ってたよりな。二口で終わってまうよ、これ。あ、はい、はい、それではくるり完食でした。完食した。ほな、次やんで。あ、ちょっとなんでや、これ R の分のファンタグレープをこれ頑張っとるんや、これ。いや、これいや、ジュースは一本でまず。それはそうやな、その話は違う。日本帰ったら言ってきてない。おい、結構食べてるもん。全種類、そうそう、いや全種類でもないけど。ちゃうねん、ちゃうねん。ある日よりかは食うてへんかもしれんけど、うん、R とは俺は引け取らんぐらい食うてるはずやのに、この厚感さは何なん。やっぱ体の大きさの差。ちゃ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 、普段知ってるでしょ。何をですか。普段何をですか。普段何をですか。私生活でこう僕は食事どれぐらいしか食わへんか知ってるでしょ。知ってます。でもね、R とちょっと聞いて、お寿司はめちゃくちゃ食べてる。 R と R の食うてる量と僕の食うてる量比べてみて。うん、比べてる。どう見ても僕の方が少ない。でも大丈夫。でも大丈夫。できる声。大丈夫やから食べなさい。大丈夫やから食べ、溶けるよ。
溶けんの待ってんねん。あ、溶けんの待ってんの。何かへん言いながらちょっと待ってんねん。溶かしちゃうか。いや、いい。いいの。もう時間がちょっと経過するのを待ってるから。次ピパイ一個完食。うん、今もう一個行こう。これうまいな。あ、これあれちゃう？何？上乗せたらうまいんちゃう？リュウタそれ。これ縁か。乗せてもらったかちょっと。ついとんのこいつだ。あ、パイついてもうてるのやるわ。何回で飲まれようとしてるの、ほんま。食べよう。これうまそうやな。はい。うん。どう。四角カフェが。四角カフェが。ん？でも、悪くないぞ。でも甘いのに、甘いのに。うん。あ、あかん、やっぱごめん、あのめちゃくちゃ喧嘩しよう。いや、これがなんか、うん、あの普通のバニラアイスとかやったら美味しいと思うんだけど、あ、それ言ってると思う、うん、ちょっとオレオがながきついから、あ、めっちゃ、あ、喧嘩しようなあと味すっごい残るよな文句ごっつーなんか名前残してっきりやろな、これ人のフルーリー取っといて文句無理や、無理やね人のフルーリー横取りしといて文句。ソースだけちょっともらってきます。もうこれ使わないで。あ、ソースかけやったんやいらんことしたんやで柚子胡椒かけとったり。これでもうまいわ、うん、うん。あとほんなら月見パイ1個、うん、うん。これをようパイにしよう思うたね、マフロの人すごいわこれ。ここ、ここ、それパイにせんなおまま、あ、見てください、あの目を、目見開いたんだこうやってなんでこっちなめっちゃ睨むやん。みんなには笑顔ね。みんなには笑顔を届けよう。闇の部分。そうそう。めっちゃ見えないでくるやん。ちょっと待って、これカットできるんか。それしかね。今な。今でね、54分。なんとそんな。大体1時間ぐらいでね。1時間ぐらいか、ちょっと喋るんだな。うん、早くね。うん。お茶もう一個いったわ、これあと二つぐらいいったなうわ、マジよ。ちょっと飲めんのかな。はい、あー、なんで手が滑ったんだ。みんなあと飲み物、うん、うまい、これあれやな、みんなあの味に飽きくるけどさ、うん、うまいな、ずっと。それは春日だけやと。なんで、うん、ずっとうまい。あ、うん、あ、はい、おー、ちょっと待ってね。うん、うん、あとどのくらい、それ半分。半分え？でも一杯と半分。そう、一杯と半分。頑張れ言うから頑張ったのに、もうはよはよ巻いてくれな、もう出てくる。ごめんな、今ちょっとでかい。笑かして腹に力入ったらあかん。見て、もうちょっとかかりで、今ここ。どうな、うん。ちょっとみんながね、食べきるまでは。
これ回しとかなあかん。回すやな。まあ、ルール上か。ルール上な、うん、ちょっと。お前ほんな俺もうちょっと時間かけて食ったよかったな。うん。え、てっきりもちょっとマサなってきたで、これ。ちょっとモザイク入れてな。うん。早く食え暴力やちょ、ツッコミなんでやねんって言う、なんでやねんって言うの一瞬。お、ソース残っとんな。ソース言いましたもん。これはルールな。すぐに捨てやんか、そういうの。ごめんなさい。完食。美味しゅうございました、すごく。おお。ちょっと待ってくれよ。ああ、頑張れ頑張れ。マジかよ。あ、これあれやな、こっち向きがやねんな。いや、そうなんか胃のね、消化が早くなった、ね。胃のこう、流れていく方向にこう、横になった方が。うんこうなった方がいい。マネすんなよ。なんで同じ格好でこうポージングしながら。えじゃあ大丈夫か。もう行ったんじゃん。じゃあもうハルヒに飲めたね。あ、タナ抜けてんの。もうな、うん、もうあと二口やね。これ決まった。ちょ、そんなゆっくりしてる場合ちゃうねん。もうこうしてるうちにもう1時間が経ってしまうでしょ。氷食わんでええんだな、入ってきてん。もう、あかん、もうエイリアンが出てくる、こっから。あーい、完勝、決まり、はい、企画達成。ごちそうさまでした。今回も、いじまい企画、はい、ちゃんと達成できたということで、また多分次、はい、次あるんか、次しようや、なんか、いやもうええわ、よすぎゅうでしょ、よすぎゅう、まあ1万円スタバで、まあ次回お会いして、あ、スタバええな、そうか、あもう勝手にやってくれた、あということでね、今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。